なんて言えばいい、ペヤング大食い大決戦。いやもう一回やるわ。第1回ペヤング大食い大決戦。やった MC ハマーや、変わってモデル変わってモデル見てもらったら分かる通り、今回はペヤング30個大食い対決。みんな ST の一番最初の大食い企画はね、バインミーだと思ってる人いるかもしれませんけど、実は第1回目の大食いはペヤングなんです。俺と正義で昔ペヤングの大食い企画やりました。申し訳ないけどね、今日負けないんですよ俺。なんで、理由は早食い要素じゃないんです。お量がめちゃめちゃあるでしょ。はい、ってなったら僕の土俵なんですよ結局は。ああ、なるほど、もう僕の勝ち間違いなしです。そんなことさ、前も言ってたじゃんお前。え、俺カップラーメン、ミニカップラーメンやってる時もお前なんか、今日は勝てる勝てる勝てる、いやー負けたー。よへへへ、嘘でしょ、耐久性ゼロや。1口目いただきます。もう焼きそば大好物なんでね、僕。あー、1口目いきます。シンプルな。もういただきます。あ、うまそう。あー、あー、マジでいい勝負できる。あー、来ました、ワシントン条約結びました。じゃあまずはね、この割り箸の商品紹介から。いらねえわ。え、いらないんです。誰が見んねんそれ。お前、割り箸って、割り箸ってない、使えば使うほどリサイクルらしいんですよ。これ逆にだから、取っとくよりも使った方が地球に優しいらしいです。信じるか信じないかはあなた次第です。すげえ、タイミングがもうかぶったっす。いただきます。お前、帽子のかぶり方ジュリーか。お前、おいけいけ。野々村か。はい、いっぱい目完食。早い。はい、いっぱい完食。どん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 お湯入れてますからね。どうも、お湯太郎です。マヨネーズ。あ、ゆで太郎です。どうもゆで太郎言うてね、やらしてもらってます。いや、ほんまに最近はもう、誰か突っ込めよ。どんな辛い時も、じゃあ俺一気に食おうとするとしゃっくり出るのよ、ほら。もうだから俺食えないんだよ。腹立つわー、しゃっくりするやつ。俺しゃっくりするやつマジ嫌いなんだよ。なんでやねん、しゃっくり。うわー、うわ、びっくりした。どう、止まった。お、止まったや。止まった。クラップハンズ、クラップハンズ。すげー、今でも絶対に止まったあかんとこや。絶対お笑い的には止まったあかんかったよ。ちゃんと止まってるやん、俺。まあ、やばいよ。本当にお笑い外していくな、お前。ミスってんな、お前。なんで俺がミスってんの。ミスってんな。さあ、うわー、これやっぱきついわ。結構来るでしょ。え、もうきついの。いや、きついよって言ったら、その、多分、その、予想ができるんでしょ。予想ができる、そう、予想する。あー、なるほどね。クロート意見だ。もう、めっちゃ頼む。いいだろ、別に。そんな切れるもんじゃなかった。フォローしたんだ、今。あー、なるほどね。クロート意見だ。あー、なるほどね。クロート意見だ。あー、1個完食。2個完食。2個完食。多分ね、強兵とノリがやったので、2つ半ぐらいでギブアップ。お前、舐めてんの？マジ？マジで、ほんとに。全然俺、麺超強いから。いや、あのね、超強いよ。そう、強いの分かってる。お前ら、麺強いの分かってただ。マジで。あの、最近恭平と大輝がね、バチバチやから。そうだよ。あ、マジで恭平の時もぶっ飛ばす。え、俺も帰り地にするよ、お前。帰り地にするって。帰り地にするんだ、すげえ面白いな、お前。面白いな。どこと戦ってんの。マジか。2個目完食。あ、めっちゃ悪い。いやー、マヨネーズようかけるね、自分から。うん、あ、めっちゃ、ごめん、舐めろ。お前、その分のコレステロールがあるから。てか、お前コレステロールどうこうとか言ってたのに、お前自分からあげてどうすんだよ。そうだよ、お前何言ってんだよ。おめえだよ、おめえに言ってんだよ。 あ、俺か。はい、3個完食。これね、早食いしたいんだけど入らねえ。あれ、口の中に。これなかなかやっぱりペヤングってヤバいんだ。こんだけだって大食いやってきたやつらがこんなに苦戦する。そうなんや、だいぶヤバい。何も言わない。さあ、4個完食。マジでヤバい。お前、このペヤングのこのふりかけのこしょうでくしゃみ出そうになるやついる？いないでしょ、あんまり。腹立つわ、しそうでしないやつ。あ、治った。治ったんかい。前やった時、俺背脂もやってたから。へぇ、背脂より絶対こっちの方がきついでしょ。味があったんよ、2種類。あ、普通のと、背ヤング、背ヤングじゃん。背ヤング、背脂と曲がっちゃった。だから、その時はね、まだ味変とかあって気分転換できたけど、これひたすらペヤングだから。そうそうだね。それがなかなかきついよね。カボさん、僕マヨネーズ嫌いなんですよ。これ、うん、かけると、うん、かけるんですよ。なんだと。まあ、マネージャーにかけさせてもらう。いや、やめよう、やめよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう、やめよう、どうしよう。今、お前、未来が読めたの。見聞色使ったよ。さては、やめよう。今、とりあえず
五中何何本？え、五中 3.2 とかかな。まあ俺は全然余裕でしょ。もうゼロです。あ、本当？絶対食うてたよ。絶対だって3個食うてんのにゼロないでしょ。証拠があるのに。ゼロ同然。ってかもう何をヒーヒー言ってんのっていう。ああ、やばいね。うん。俺やばいよ。もうリボク、俺リボク。え？テニスの王様で言ったらまあ俺は雪村みたいな感じ？ちょっとやっぱジュース飲みてえな。ちょっとあのスマブラしない？あ、ちょっとあり。ちょっと待って。え？ゼロよね。空気ゼロやろ。違う違う違う、ちゃいますよ。そんなわけないです。ペヤングって美味しい食べ方あるから。ゆっくりと絡めて。ゼロじゃないねこれね。4割3分ぐらい来てるよこれ。サボ。ペヤング増えてたまに増えてへんじゃないね。増えてへんこれ。誰が分かる。増えてへんマジで。うわわ混ぜ方プロ。混ぜ方がプロ。焼きそばの達人だわ。野球レーザービーム。ストレートドキドキする、視線はまるでレーザービーム。いやマジやべ。食えやん。食う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 。はい、4個目完食。あ、同点やないかお前。豆腐そうめんみたいになってるんですよ。リボンがよく食うやつ。リボンそれでお腹いっぱいになる。豆腐そうめんでヘルシーなもん食ってない。ダイエットしてるから。そうそう。じゃああいつ家でどうせバカバカ食ってんだよ。ポテトチップスとか。この前だってあいつやばいよ、イベントごさここでいたじゃん。あいつ一人でハッピーターン一袋食ってた。あいつあいつマジで。なんか食うものもなんかいい。そう、誰かハッピーターン一緒に食おうやと、まあ、重ねてきてます。ああ、まあいいよっつって、でハッピータンク置いてありました。でハッピータンク食おうと思ったらリモコンさ、めっちゃ腹減ってくる。一個だけ食いたいね。何も食ってんでしょ俺。本当にこの大食い前に何も食わないスタイル本当やめよう。地獄なのよこれ。俺らの地獄も分かれよお前ら。だから食えよお前ら。俺らの分もさ。なあ恭平、悔しいもん。恭平どんなところがきつい？やっぱこの目の前で輝いてるわけじゃん、食事だから。俺らはこれを傍観してるだけでじっと、こいつらが苦しい苦しいってさ、食えないの分かんないわけ。終わりです。中身やばいな。かっぱ寿司のウニぐらい中身やばかったね。半分9位だった。はいはいはい。これで方程式を X 2乗プラス2乗イコール3杯やちくん。これ小さいな。何してんの？小杯食おうとしてんの？あ、違えや。どうやったら勝てるか計算していく。食やいいんです。計算いらないよそれ。食ったら勝ちやしかよ。そうだね。よっしゃー、こっから強力だ。ちょっと緑茶飲んで。5個目完食。ザワワ、ザワワ、ザワワ。森山直子や。は？涼子や。ザワワ。今別れの時。飛び立とう未来信じて。飛び立とう未来信じて。はずまがい力信じて。ドロイライ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 。あーゾーラリー。うえやうえ。これ一回気合い入れないといけないからさ、はい、一回俺ら気合い入れよう、はい、俺が言う言葉をちゃんとリピートして、はい、いくぞ、はい、ギブアップです、ギブアップです、ギブアップです。ギブアップかい。おい。ということで何ボタンなの？同じぐらいなんですよ。どっちも6回目で、だから俺がこれ食えば、はい、こっちです。8。じゃあラスト食いましょう。見せてくれ。おしか7個目の時点、はい、7完食で完全勝利。あ、6か、はい、7個目、はい、マジでやめてあげた方がいい。サーボーが勝ち越しということで、いや今6勝8敗だった俺。はい、ということでどちらもすごいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは次回の大食い対決でお会いしましょう。バイバイビー。